どうもこんにちは、おはようございます。ついに、山登りの挑戦が始まりました。今、自宅近くの公園で撮影してるんですけど、まあもう今時間が7時半前なんですけど、いや本当に暑いですね。今暑いんですからね、向こうに着いた時はもっと暑いと思うんですけどね、なんとか我慢上げたいと思います。ちなみにですけどね、今回自転車で行こうかなと思ったんですけど、ちょっと連日の猛暑でですね、ちょっとダメ、無理かななんて思って、ですから、こんな感じで原付で行くことにしました。まあ、家から伊吹山までの距離はですね、約まあ60ないぐらい、まあ、中間ぐらいですね、多分そんな感じなんですけども、まあでも原付ですからね、もう常に座ってる状態ですんで、まあ多分大丈夫と思います。ちゃんとこうやってこれはバッグなんですけど、この中に水も入ってますしね、はい、燃料もさっき補給しまして、でまあ一応リュックには、まあ、着替えの、今のこの僕の格好はですね、まあ、全然登山向きじゃないんですけどね、これは残念ながらですけど、まあちょっとこの、なんていうんですかね、このアンダーシャツなんか揃えまして、とりあえず暑さ対策はまだしてると思いますんでね。はい。まああとは、そうですね、ちゃんといい動画を撮れるように、なんとか工夫して頑張りたいと思います。お願いします。それではまた後でお会いしましょう。だいぶ近くなってまいりました。さっき、先ほど、木曽川を越えたあたりなんですけど、さっきちょっとこの川を見てですね、まあ釣り道具があればここで釣りたいなーなんて思いましてね、まあそれだけですけども、まあちょっとこうやって休憩しがてらのんびりとやっていこうと思います。今ただいまの気温30度、涼しいです。燃料もですね、家の近くのガソリンスタンドです、燃料を補給して、まあ、燃料満タンの状態で来たんですけど、未だにずっとゲージがこう見ましたね、動いてません。ですがちょっと坂のためスピードが全然出ないですね。これもう30分ぐらいですよね。あ、困ったな。この先6キロ先登山口があって、三宮神社っていうのがあると思うんですけど、そこで拝んで祈願してから登りたいと思います。本物のですね、小型バイクとかだったら気持ちいいと思うんですけどね、いやーこの原付バイクっていうのはね、本当に遅くてちょっと大変ですね。このまま、ここまで無事に来れて本当に良かったですね。まあ、あとは登る、これが今日の醍醐味ですからね。一番大変な、やっと本編に突入っていうところですからね。ちなみに今さっき紹介したリュックのリュックマウントにつけて今来ます。それに、まあ、こうやって影もあるのでとても涼しいですね。風もすごくて、でもこんなとこ自転車で来てたらですね、多分もうヘトヘトですよ今頃。もう今ちょうど9時ですよ。9時、現在の方が7時半ですからね、まだ2時間も経ってないですよ。2時間足らずでここまで来れましたからね。いやー本当に今日は運がいいですね。ついに着きました。今9時19 15分ですね。山に着きましたね。ちょっと登山口にですね、山があるんですけどね、この山じゃなくて神社があるんですけど、この三宮神社、さあここでちょっと祈願しまして、ここから行きたいと思います。さあ、お参りも済みましたのでね、これから山に登っていきたいと思います。いや本当、さっきまで周りに人がいたんですけどね、登山
登山者がいたんですけど、すごいですね、ちゃんとしたチェックの柄の格好をしてまいりましてね、僕もちょっと、ちゃんとした格好をすればよかったなと思ってます。今だいたい4号目ぐらいまで来ました。ちょっと、まあ、非常に暑いので今休憩してます。ちょうどいい木の木陰があったので休憩しました。いやー暑いですね。山登りもちょっと久しぶりなので、いやー疲れました。まあ疲れたってあんま言っちゃいけないのかな、まああえて言いますけど、もう本当にね暑いですね。もうこうやって見る通り、このなんていうんですかね、これ、まあ、冷たいやつですよ。冷たいやつおでこに巻いて、まあ、ちょうど汗が顔に来ないようにこうやってちょっと工夫してるんですけど、いやそれでも落ち着かないぐらいで暑いですね。まあきついですね。帽子もちょっと これも一緒に締めてますから頭がきつい感じですね。タオルももう2つですね。2つ、ちょうど今はこうやって木陰がありますけど、あとはもう全部日がありますからね。景色はちょっとこっからじゃ分かんないと思うんですけどね、頂上行ったらまあ素晴らしい景色が拝めると思いますんで少々お待ちください。ついに頂上に決まってまいりました。頂上ともなれば結構人も多いですね。こうやって売店がいっぱいあって値段が気になりますが、ちょっと先ほどアイスクリームなんか食べてちょっと体力を温存しました。そしてこれが山頂です。山頂1377メートル、イブキエマ山頂、イブ山頂、あれがあの土蔵みたいな、あれが、ヤマトタケルの御事の土蔵かと思われます。いや景色がいいと本当に良かったんですけどね、まあ、特に見晴らしはそんなに良くないですね。まあ登ってる時にね、上がちょっと雲がかってるななんて思ったんですけどね、着いた時に晴れるかなと思ったんですけど、そんなこともなく、それは残念ですけど、まあこうやって登れたので嬉しいです。ここはですね、県外でございましてね、スマートフォンが使えないんですよ、まあ、残念なことに。はい、さっきまでねこうシャツ着てたんですけどね、もうベタベタでもうアンダーシャツだけになってしまいましてね、はい、もう顔もベタベタでもうちょっとひどい状態なんで、あまり映したくないんですけど、それにしてもソフトクリーム食った、いやそれ関係ないかもしれないですけど、もうちょっと寒くてですね、ちょっともう早く降りたいですね。いや寒い寒い。まあそうですね、まあ、また降りる時の様子をまた撮影したいと思いますので、また後ほどお会いしましょう。さあなんとか下りましたよ、5合目まで。さあここからまだ道はですね、まあ良さそうですよ、いいですよ、さっきに比べたらね。もうおかげでもう足の指がおかしいことになってますよ本当に。もういやー本当に今回はですね、山の恐ろしさっていうのを知りました。恐ろしくはないんですけど、そのやっぱり油断してましたね。今までこんな高い山登ったことないんでよく分かんなかったんですけどね。いやでも富士山をそのうち挑む私にとっては必要なことですね、こういう山を体感するのも。素晴らしい経験になりました。このまままた無事に帰れるのを祈ります。祈るっていうか自分の力にかけます。さあ順調に降りてまいりました。さあラストスパートです。今から今っていうかもう1号目にやってまいりました。皆さんが、パラグライダーで楽しむ間、私は今から帰宅です。パラグライダーもやりたいですけどね、もう歩くのをやめますと体がすごい震えるんですよね。もう本当にもうさっきちょっとお便所に行ったんですけどね、もう用を足してる間もう体が震えちゃって、もうさっさと出ましてずっと歩きっぱなしなんですけどね。
いや、帰りたい。さあ、そろそろですよ。そろそろ麓に着きます。長かったですね。ただいまの時刻、3時36分。いやー、お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ大変でしたけど、いい旅でした。あれ、あ、こっちか。またのお菓子をお持ち、まあ、機会があったらまた来ましょうかね、ここ。いやでもこんなに偉いと思わなかったですね。いや暑い暑い。よっしゃ、はい、よいしょ。さあ来ました、ゴールです。ゴール、あのアーチ状の鉄ですか、あれがゴールのやつっぽいですね。さあ万歳。よいしょ。さあもう今から帰宅ですけど、ちょっと今着替えましてね、ちゃんと服も着替えまして、もうさっきの服は汗だくでね、もう本当触りたくもないものでしたからね。やっとこうやって着替えを持ってきて本当に正解でしたね。さあ、まあ今の時間は、3時47分なんですけど、登ったのが9時半ですからね、6時間、そうですね、ちょうどそのぐらいですね、かかって。でもうちょっとかかるかなと思ったんですけどね、やっぱりかかんなくて、なのですので、もう足もガタガタで、もう足なんてもう本当水ぶくれのように、もうなんていうんですか、むくんでる状態ですね、もう。いやちょっと見せれないんですけどね、これでも大変でしたね。大変でしたけど、すごいいい勉強にもなりましたし、いい運動にもなりましたね。ですからまた機会があればどっかまた山登って撮影したいと思います。それではどうもありがとうございました。